皆さんこんにちは、天然ジージーチャンネルです。本日は神戸市中央区役所連絡通路をご紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。私は先ほど阪神三宮の西側改札口を出発しました。阪急百貨店の入り口前を右折します。次の道を左折します。突き当たりまで直進です。三地下商店街も営業時間前のためか照明がやや暗く感じます。また開いているお店も限られております。突き当たりを右折します。次の道を左折します。右側に C3 という記号が出るまで直進します。
この C3 のところを右に曲がれば中央区役所の連絡通路に通じております。自動ドアの向こうにエスカレーターがあります。3回乗り継がねばなりません。正面に見えておりますのが中央区役所の建物です。このまま道なりに進みます。9月19日に開通した連絡通路ですが、大変綺麗ですね。ここから新しい連絡通路であります。こちらの連絡通路の利用時間は月曜から土曜日が8時15分から21時15分であります。日曜祝日は8時15分から17時15分であります。この連絡通路は12月29日から1月3日は利用できません。2号館の建設予定地です。とてもきれいな中央区役所3階に到着です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。